はい、お世話になります。トライジョンのボスです。いつも応援ありがとうございます。この子ね、もう数年前に制作した子なんですけども、今ちょっと整備でお預かりしたので、久しぶりにご紹介。僕この子ちゃんとね撮ってなかったかもしれないですよね。いろんな思いがあって制作した子なんで、僕にとっては大切な作品の一つですね。ですから、これ隠れトライジャーマークがたくさん入ってて、もちろんこのねフレームスのこの部分とかにトライジャーの太陽マークの元々のこのフレームスのイメージを入れてるんです。この部分ね。でそれと見えないところですけどフェンダーの裏側、ほらトライジャーマークがフェンダーの裏側、ここ見えてるのか、トライジャーマークがちゃんと入るようになってます。他にもこんなとこであったりね、まあいろいろ、まあ折って折ってなんですけども、フロント26インチ、26インチの 12055R ですね、履かしていただいて、で、まあいろいろカスタムしました。ネックのカバーやタンクのストレッチや、もちろんシート、このトライジャーのロゴもねないんですよ。トライジャー新築1990、これも他に使ってないですね。であったり、いろいろいろんなところ、タンクをストレッチ、サイドカバー作って、リア、まあこれはカバン、ノーマルカバンマーク、ここにも貝柄を入れて、そうリアのね、リアのそうこれもね赤がこう差し色で全部赤が入ってます。でよいしょ、ウインカーここです。でこんな形で細かいところで、フロントはウインカー、わかりますかね、ウインカーこんな形、あとスピーカー類も1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、片側5個、全部で10個ですね。10個ついてます。こんな形でカスタムした、シートもねちょっと凝ったカスタムしてるんで全部してますっていうと、もうねもう何年も前の作品なので、よくこのクラスの作品をまた作ってほしいということでよくお問い合わせをいただくんですけども、ちょっと今は止めてます。今はこういったものはちょっと作ることを止めてます。1年、2年ぐらいは、カスタムを控えております。でもやめたわけじゃないですよ。作りますからね。今もたくさん作ってるのは多分皆さん、インスタグラムやこういろんなもの、この YouTube とかいろんなものを見られてね知ってられると思うんですが、そうですね、今僕らがやらなきゃいけないことっていうのがたくさんあって、それをきっちりとやって、でそういった諸々の余力がちゃんと出てきて、皆さんに安定してもっといいものをできるようになって、時間を作ることができれば、
またこういった作品作りに集中しようと思ってます。僕とこね、こんなちっちゃなこんな会社でも、従業員が十何人いてるんで、安定して仕事をしないとやっぱ怖いんでね、どうしてもカスタムっていうのは前もお話したことがあると思うんですけども、1台作ろうと思ったらすごくやっぱり年単位で仕事がかかります。その年単位でねお仕事をしながら、その皆さんからお預かりしたお金は前受け金という形でね預かってしまうので、これ借金と同じなのでね、でこういったものをきれいにこうお仕事として運営して、運営っていうかその預かったお金から、物を購入させていただいて、で、できるだけいいものを作っていくために、動かしていく。それでも時間が、目に見えない時間が外注先さんとかいろんなものが出てくるので、それではもうなかなかね、普通にカスタム屋さんを経営していくなんか、まず難しいんで、今パーツをちゃんと皆さんね、いろいろたくさん愛用していただいていると思うんですけども、パーツとかをたくさん作らせていただいて、応援していただいて、でそれで、形を作っていって、で仕事としてちゃんと回るようにしながら、こういった、どうしてもね作りたい、僕とこじゃないとできないっていう作品作りをねちゃんとできるように頑張りますね。でも今皆さんのおかげでね、なんとか社員の子たちも働きやすい環境がやっとこさできて、本当20何年もかかってね、25年かかってやっとこさ基盤ができたぐらいですよ。それまで応援していただいてるねお客様皆さん本当にありがとうございますね。本当にこう皆さんのおかげでね僕らはあるって、これ日々感謝してます。だからそれにねちゃんとお答えできるように、安定してこういった状態バイクを作っても安定してこう面倒を見ていける、乗って乗り続けれる限りずっと僕らが面倒を見切れる。あとよりこう日々ね法律が変わっているっていうんで、その法律に対応できるように努力をする。楽しくこのバイクライフを送っていただけるように、もう本当に努力します。それしか僕にはね、皆さんに対する恩返しができないんで、恩返しができないって言い方ちょっとおかしいけど、僕ももう58歳なんで、で去年特にねコロナかかったり、その前も病気、毎年なんかちょっと大きい病気しちゃって、結局それで死にかけちゃって、そのたんびに思うんですよね。ああちゃんとできてるんかなって、ちゃんとしてあげてるんかな、僕がいなくなったら会社どうするんかな、周りの子たちどうなるんかなとか、この子たちの面倒を一体誰が見るんだろうかとか、作ってくれたらいいけど、もういなくなったら、バイク屋さんなくなったっていうケースもみんな多いでしょ。それって僕の考え方ではそれはちょっと勝手すぎると思うんで、勝手すぎるって仕方がないけど、でも僕はそういう風にならないように、僕がいなくなってもこの子たちをちゃんとね、本当にだって都内じゃなくて太陽マーク入ってるんだから、この子たちをちゃんと見れる場所を作っておきたい、置いておきたいっていうのが強いんで、打った責任っていうのもあるしね、いろいろね考えることがあります。だからだからこうやってずっと面倒を見させていただけるお客様がいてくれてはるんだなって思ってます。ちょっとすいません、変なこと言って、バイクの紹介よりもなんか変な話になっちゃったけど、何やろ、こういう古い前から作ったこういった作品を見るたびに、あやっててよかったなって、あこういうのを作らせていただいたな、あこういう苦労あったな、ああいう苦労あったな、こういう風にしたらどうだああだっていろいろ思い出すんですね、年寄りですよね。けどそれを思って皆さん今信頼していただいて、ディーラー様もお客様も、ね、業者様も信頼していただいて、私たちがあるんで、これからもしっかりと作品作り、環境作りをね、環境作りの方が大切かな、しっかりとできるように頑張りますんで、応援よろしくお願いします。いつも本当に感謝してます、ありがとうございますね、ありがとうございます。でこの子、何やろ、どう言ったんやかな、
オーナーさんね、多分有名な子なんで、ヒロさん、いつもありがとう。こうやって見させていただいて感謝してます。ちゃんとずっと思いが残れるように頑張りますね。よろしく。いつもありがとうございます。かっこいいね。紹介でした。